西賀さん最後は勝ちって終わりたかったですね。そうですね、前半はある程度いいゲームができていて、はい、で後半失点を食らうという、まあ残念ですけど今年のシーズンああいうシーン多かったですよね。それを象徴するようなゲームで終わってしまったということなんですけど、まあここをね改善して来シーズン結びつけていけば必ずやいいチームに仕上がると思ってます。そうですね、はい、本当に期待するだけですよね、はいはい。さあコマーシャルの後ですが、今月のゲストコーナーです。今月はついに登場です、ウォーターボーイズです。今月のゲストコーナーです。今月は水本博樹選手と水野幸喜選手にお越しいただきました。よろしくお願いします。お願いします。ようやく2人で出てくれましたね。もうずっと待ってたんですけど、いつになったら2人で。オファーなかったからねだって、ね、いなかったからね。いやいやずっとね今シーズンね、もうようやく2007年最後で。まずは北京オリンピック出場おめでとうございます。ありがとうございます。あの時決まった瞬間も何度も聞かれてると思いますけども、どんなこと頭よぎりました？決まった瞬間。いや嬉しかったですね、やっぱり今までの苦労が報われた感じして嬉しかったです。涙には嬉しさがやっぱりあったんですか？他にもいろいろ嬉しさもあり、あと鼻痛かったみたいな色々な感情があり水野選手はいかがでした？決まった瞬間。まあ、正直やっぱ嬉しいが一番最初に来て、その後にまあほっとしたなっていう落ち着き感で、あとはやっぱその時はまだオシムさんのね病状が良くなかったんで、まあいい報告ができるなっていうのは一番に思いましたね。水野選手はそばで見ていらして、こうキャプテン任された水本選手がちょっとこう変わったなとかありました？だいぶ変わりましたよ、やっぱ去年まではね僕らがねついていく方だったんで、まあ、キャプテンやる前からねひろきすごい変わってきて、声も出すようになって、チーム後ろからまとめようとする姿勢がすごい見えて、それでやっぱオリンピックの最終予選入ってキャプテンやっても、まあ、すごい僕らとしてもやりやすかったですね。逆に水本選手から見て水野選手変わったなっていうのありますか？今年は、やっぱり引っ張ってってくれる人がいなくなって、やっぱ自分自身というか後期自身もそういう引っ張らなきゃっていう気持ちもあったと思うし、まあ、プライベートでも後輩の面倒よく見たりって、はい、まあ、かなり変わったと思いますね。先日日本代表も発表になって、岡田監督の下でもお二人呼ばれてますけれども、今のその心境、オシム監督から岡田監督に変わった時の今の心境ってどういう心境ですか？まあ監督変わって一番最初の合宿なので、やっぱりアピールが必要というか、自分自身 A 代表でも試合にほとんど出てないので、やっぱりアピールしてまたさらにレベルアップできるようにしたいなと思います。水野選手は？そうですね、もうまあゼロからだと思うので、選考自体、まあ、だから本当今言ったようにねアピールするしかないと思うし、まあでも急に何かを変えるってことはねできないと思うから、だから今までやってきたね自分の大島サッカーをやっぱ貫いてやるだけですね。さあそんな水野選手にですねお願いがあります。姉崎日記でよく見るんですが、はい、リンゴとか剥くのが上手っていうことで今そう今すごいなこれ切れないっていうのがすごいね。合宿の時期ではずっとやってるけど、クラブハウスに置いてあるのほとんど多分後期が剥いてるんですよそれみんなでつまんだりしてるから、常に5個ぐらいいつも剥いて置いてるから薄いちょっと最後の方ちょっとすごいすごい、ね、4年前その最初の印象ってお互い覚えてます？どんな印象だったか。一番最初ですか？うん、一番最初加入ジャージだよねそんな印象気象症のジャージ着てましたねあ、なるほど。最初の印象はその性格的にこう加入同期加入ですけど、
最初ってほら仲良くできるのかなとかいろいろドキドキする部分があったりとかしました。そういうのはね、そっちよりはプロ で通用するのかなとか、うん、そっちの方の方がやっぱ不安でしたね。ひろきの場合は本当高校の時からアンダー18入ってて代表、まあ、すごい多分すごいんだなと思って若干距離感を置いてやっぱ代表っていうつくとなんか近寄りがたいかなみたいなイメージがついちゃってて、うん、代表という言葉になんかオーラ持ってるから今やそれが自分に、そうですよね、ねえ、それで見られてるんだよ、はい、うん、できましたできました。こんなに薄く、しかもこんなに綺麗に、ありがとうございました。これめっちゃ水入ってますよ、はい、ほら。じゃあ食べますか、食べますか、後ほどね、後ほど、はい、食べながらじゃないもん食べながらでも大丈夫ですよズバリですね、お互いにライバルだと意識したことありますか。俺はもっと思ってます。お、俺はあの何に関しても先行かれてるんですよ。例えば、いや、プロのデビュー戦も先でしょ、うん、で、まあ、アンダー18から入ってるでしょ、それも先でしょ、うん、で A 代表も先なの、うん、で今のところ全部先行かれてるから、いや俺もこれ負けてらんねえって後からこうやってついていってる感じで。うん、水本選手はライバルだと、ライバルだとは思ったことは多分ないですけど、でも、まあ、一番刺激し合えるというか、後期いるから頑張らなきゃっていうか、うんうんうん、そういう感じですね。高め合ってるって感じですね。じゃあね、お互いで切磋琢磨してる感じがすごく僕なんかはありますね、うん、さあ水野選手、先ほどから全部全て水本選手に先越されてるとおっしゃってましたが、先越したことがあるじゃないですか。